今日は外部との接触を拒み、石器時代に近い生活を営む非接触部族センチネル族と、彼らが住む文明未接触の島北センチネル島についての話です。過去、運送手段や通信手段が発達する前は、外部との交流は命を懸けなければならないほど危険なことでした。古代文明は独自の文化やその周辺を越えて外部と接触することに消極的でした。故郷を離れ外の世界に旅立った人が帰ってこなかったり、消息を知ることができないことが多かったため、未知の世界には怪物がいたり、地の果てには滝があって、近づけば滝に飲み込まれ死ぬのだと考えました。生まれた地を離れるなという恐怖心を与えるためでもあったのでしょう。古代ギリシャではイベリア半島の最南端にあるジブラルタルを地の果てだと信じていました。狭い海峡の両側にある絶壁をヘラクレスの柱と呼び、ヘラクレスの柱を越えれば地球の外に落ちると考えていました。古代ギリシャでは地中海までが世の中のすべてだったのです。しかし文明と技術が発達し、次第に外部の文明との交流が盛んになり、ヨーロッパの人々は東には何があるのか興味を持つようになります。ヨーロッパだけでなく、アジアの人々も西の地に関心を持ち始めます。ヘレニズム時代を開いたアレキサンダーとも呼ばれるアレクサンドロス3世がペルシアを越えて現在のインド地域まで遠征に向かったのも、東の大陸に対する好奇心と、そこに自分の名前を刻んだ記念碑を残すという野望からでした。中国の漢王朝でも未知の地であった西域に長剣を派遣し、シルクロードを開拓しました。この頃までは他の文化圏との交流は国家的な事業くらいになってこそ可能だったのです。本格的に文明の交流が始まったのは15世紀の大航海時代からです。ヨーロッパではアメリカ大陸とオセアニア大陸を発見し、本格的な征服と開拓が始まった時期です。人間の文明は技術の発達と交流を通じて急速に発展し、今では行けないところはほとんどありません。人工衛星の墓場とも呼ばれるポイントネモのように到達不能極と言われる場所もありますが、定義としては地理的に最も海から離れている陸地であり、行くことができないのではなく、遠いのにわざわざ行くほど重要な理由がないからと言えます。20世紀には原始的な生活を送っていた部族も多く発見されます。ドキュメンタリーなどの影響でほとんどの非接触部族が文明と接触するようになります。しかし今も外部との接触を拒み、石器時代にとどまっているところもあります。インド洋東部ベンガル湾内に所在する未開の島北センチネル島です。北センチネル島には少なくとも2万年最大6万年もの時を孤立した生活を送ってきたセンチネル族が住んでいます。面積は約59平方キロメートルで、三宅島より少し大きく、世界で最も入るのが困難でミステリーな島として有名です。インド領ですが、インド政府でもこの島を管理したり開拓していません。むしろインド海軍が島に出入りする人がいないよう監視しています。センチネル族はどこから来て、なぜ未だに未接触なのでしょうか。センチネル族は6万年前アフリカから現在のセンチネル島に移住したと推測されています。センチネル島は南センチネル島と北センチネル島に分かれています。南は人が住むには小さすぎるため無人島で、センチネル族は北センチネル島に住んでいます。過去には孤立した地域が多く、非接触部族もそれほど特別な存在ではありませんでした。しかし徐々に文明と接触し、開拓されて長い年月が経ち、北センチネル島はほぼ人類最後の文明未接触の島として有名になります。単に行くのが難しい地域だから、未開拓の地だからではなく、センチネル族が外部の人間を極度に警戒し攻撃するからです。彼らが外部との接触を極度に拒む理由は正確には知られていませんが、昔から近くに住んでいたニコバル族のような部外者に迫害を受けたからという説や、1880年にイギリス海軍士官だったモーリス・ビダル・ポートマンがセンチネル族6人を拉致したためだという説があります。いずれも部外者を警戒する原因になったのでしょう。ポートマンが北センチネル島に足を踏み入れて間もない1896年、刑務所から脱走し、たまたま北センチネル島に漂着した囚人が弓矢でいられ、喉をかき切られた遺体として発見されるという事件が起きました。
北センチネル島は密集した森に覆われているので、上空から島の様子を確認することが困難な上、島周辺はサンゴ礁が多く、船で接近するのも難しい島です。さらに不用意に接近すれば、センチネル族が長さ 2.5 メートルを超える槍や長さ1メートルの矢で攻撃するのでとても危険なのです。ちなみにセンチネルという名も見張りの兵、監視兵という意味で、インドを支配していたイギリスが名付けた名前です。実際にセンチネル族が自分たちを何と呼んでるか分かっていません。言語も固有のセンチネル語を使います。イギリスがインドを支配していた頃に、近くに住むオンゲ族に通訳を頼んで会話をしようとしましたが、コミュニケーションが成立しませんでした。学者は近隣の部族ともほとんど交流がなかったと見ています。とても閉鎖的な部族なのです。センチネル族の文明は紀元前3000年頃の鉄器時代以前である石器時代にとどまっています。新石器革命への移行である農業も存在しない原始社会そのままの姿です。狩猟採集を生業とし、火の起こし方も知らないので、雷が落ちた時に生じた火を使い、火がない場合は動物や魚の生肉を食べます。原始時代の文化を秘めているセンチネル族は、人類学者や探検家の好奇心を刺激しました。当然幾度もセンチネル族と接触しようと試みました。インドがイギリス領だった頃も、独立した以降も具体的な調査のために何度も調査団を派遣しました。1967年にはインド政府の支援を受けて、インドの人類学者 T.N. パンディットが率いる探検隊がセンチネル島を調査を試みましたが、センチネル族がジャングルの中に隠れてしまい、接触できないまま撤退し、70年と73年にも再挑戦しますが、攻撃を受けて失敗しました。しかしパンディットは諦めませんでした。1974年から17年間、毎年センチネル島の海岸に贈り物を置いていくなどの努力を重ね、ついにセンチネル族の心を開いたのです。しかし島の簡単な調査ができるようになるも束の間、依然として彼らの警戒心が強かったため、深い調査はできず、1997年に調査終了となります。この間、パンディットと共にドキュメンタリーチームが同行し、センチネル族に接触する過程を扱ったドキュメンタリーがナショナルジオグラフィックでも放映されました。2004年にマグニチュード 9.3 に達する南アジア大震災が発生し、センチネル島の被害も予想されたため、インド政府はヘリコプターで調査団と救護チームを派遣しましたが、センチネル族がヘリコプターに向かって矢を放ったため、救護は諦めることになります。2005年、インド政府とアンダマン・ニコバル諸島政府はセンチネル族に対する研究や調査を完全に中断し、接触を試みる意思もないと公式的に発表します。法も新たに制定し、政府の許可なしにセンチネル族に接触する者は3年の懲役刑となり、インド軍が島周辺で常時監視しています。インドはしようと思えばセンチネル島を簡単に征服することができますが、接近しなければ別に問題を起こさないので、干渉しないことにしたのです。島に資源が多いわけでもないので、あえて武力で征服する理由もありません。武力で強制的に征服すれば、人権と倫理意識が高まった現代社会で国際社会からの批判も免れられないでしょう。原始時代からの文化をそのまま保存しているため、民族学上で固有かつ古来の文化が消滅するリスクもあります。それにセンチネル族は極度に孤立しているので、免疫が少なく、外部から病気が持ち込まれた場合、一気に拡散してしまう恐れがあります。それにもかかわらず、接触する試みは絶えません。ほぼ人類最後の非接触部族という希少性から、接触しようというドキュメンタリー企画や人類学者、宣教師たちが後を絶ちません。たびたび事故も起きます。2018年には中国系アメリカ人宣教師ジョン・アレン・チャウが、神の名を聞く機会さえないサタンの最後の砦に宣教しに行くと言いながら、漁師に金を払って不法に彼らと接触しようとしましたが、センチネル族の矢に撃たれ死亡しました。米国政府は国民が外国で殺害された場合、毅然とした対応を取る国ですが、この事件は明らかに宣教師に責任があるとし、センチネル族の罪は問いませんでした。インド政府もセンチネル族との衝突を懸念し、宣教師の遺体を回収することも、センチネル族を処罰することもなく、金で買収された漁師たちを罰する程度でした。
宣教師ジョン・アレン・チャウは自らの愚かな行為によって死亡した人物に対する皮肉として贈られるダーウィン賞を受賞しました。依然として多くの謎を秘めた地域ですが、センチネル族が自発的に外部と接触しようとしない限り、遠い未来でも石器時代にとどまっていることでしょう。人類最後の秘境、北センチネル島と非接触部族、センチネル族についてでした。